大谷電大谷電大谷た。大谷田は、東京都足立区の町名。住居表示実施済みで、現行行政地名は、大谷電一丁目から、大谷電五丁目。郵便番号は120、120の0001である。東京都足立区東部の東淵港地域に属する。旧町名は、大谷田町、佐野町、長戸町、大谷田。 新町一の二丁目、大谷田町一丁目、辰沼町。隣接する地域は、北は佐野、西は辰沼及び谷中、南は東は及び中川、東は葛飾区西水元。東地区は五つの町目からなり、足立区を東西に貫く東京都道318号、環状7号線、環7通りが、区東部で大きく、南に曲がる区局部の北東側に位置する。 地区の東端はそのまま、足立地区の東端であり、最東端ではない、南北に流れる第一級河川中川を挟んで、葛飾区西水元と対峙している葛飾区とは、大谷田一丁目付近の飯塚橋で連絡できる。東地区の中央を農業用水路の火災用水路が南北に従管しており、浸水水路として近所の子供たちの遊び場となっている。 ザリガニや金魚が見られることもあるが、代表的な生き物としては、恋が挙げられる。用水路上には、不木橋がかけられていたが、老朽化による、強度不足から取り壊された。水路沿いに、桜の並木がある。南東部、東は中川で隔てて対岸に、葛飾区、西は、火災用水路の対岸にダイヤだ三丁目、南を、 東京都道307号王子金町江戸川線で、隔てて中川5丁目、北を大谷田2丁目と接する。面積は約23万メートル。火災用水路沿いの一番地には、もともと、日立県気亀有工場跡地に建てられた高段大谷田1丁目団地の高層住宅棟群が立ち並んでいる。1号棟から10号棟までがあり、 そのどれもが異なる外観をしている。約3000個の住居があり、足立区公式サイトの畜人公表を見てもわかる通り、群を抜いて大きな世帯、人口を抱えている。また、団地住民のために、団地敷地内には小さいながらも商店街を抱え、他に、三井住友銀行、窓口業務は廃止、ATM 業務のみ、郵便局、診療所、保育園、 ジュークセンター、公園などがあり、ここだけでまとまったコミュニティを形成している。中川沿いには、足立区立第十二中学校が、その裏には、常全員と墓地がある。東京都道三百七号王子金町、江戸川線沿いの温泉、明人の湯は、近隣だけでなく、遠方からも、入湯客が訪れる。環七大上立り橋付近で、火災用水路が。 暗渠に潜る場所の近くには、高さ約26メートルの銀河の塔が建っている。これは立橋を挟んだ、塔は4丁目と連絡するための歩行者、自転車用の地下トンネルの出口となっている。完成当初から、しばらくの間は、夜間には光ファイバーによるライトアップがされていたが、数年ほどしてから全く行われなくなった。塔の中ほどまで階段で登ることができ、 階段の上端からは、火災用水路と桜並木が遠方まで見渡せる。北東部、東を第一級河川中川で隔てて対岸に、葛飾区、西を火災用水路、南を大谷田一丁目、北を佐野一丁目と接する。面積は約18万4千メートル。火災用水路と高段大谷田一丁目団地と二面して、 足立ち区立中川東小学校がある。この小学校は、大谷田団地の建設と、それによる児童人口の増加が既存の足立ち区立中川、小学校だけでは収容しきれなことなどを見越して、開校した。小学校と隣接する足立ち区立をやった、養保園は、厚生労働省所管の保育園と、文部科学省所管の幼稚園の機能を統合し、2004年、平成16年に、 足立区立リツ大アダ幼稚園を変して設立された。道路を隔てて、東京都立足立東高等学校が隣接している。中川沿いには、ボナハイツマンションが立ち並ぶ。南部、東を、大谷田1丁目、西を、大谷田4丁目、南を、東京都道318号環状7号線、環7通り、北を、大谷田5丁目と接する。面積は、 約19万メートル。火災用水路沿いに、足立区立中川小学校がある。小学校の近くには、高層マンションが建ち、大屋田団地と並んで、地区内でも特に大きな建造物となっている。南西部、東尾大屋田3丁目、西尾、山下3丁目、南尾川7通り、北尾、大屋田5丁目と接する。面積は、約13万メートル。 島正家具ホームセンターに隣接して、大屋伝公園がある。この公園には、梅の木が植樹してあり、梅の間をめぐるように設置された木道の上を、季節ごとに歩いて楽しめる。公園内の広場では不定期に、バザーが開かれることがある。北西部、東を大屋伝2丁目、佐野1丁目、西尾、谷中5丁目、南尾、大谷田3.4丁目、北尾、 佐野二丁目と接する。一部で立沼とも接している。面積は約20万2000メートル。火災用水路に面して、足立区立郷土博物館がある。館内には巨大なダッシュが展示してあるほか、様々な常設展示品や企画展示品がある。敷地内の東淵江庭園には無料で入園することができる。住宅地の地下は2017年。 平成29年1月1日の工事地下によれば、大谷原2から20から14の地点で21万9千円枚メートルとなっている。5、6千年前にまだ奥東京湾が関東地方、中部まで入り込んでいた頃、大谷電地区も例外なく海面下に沈んでいた。後に海岸線が交代して、現在の中石平野を形成してから、 人々がこの地に南下してきて定住したと考えられる。王や田村がいつから開発されたのか詳細は分かっていないが、江戸時代初期の元羅年間には、王や田の記述が初めて記載される。この辺りの土地は、利根川の自然堤防の後輩湿地にあり、極めて推理条件が悪く、はじめ人々は自然堤防上で暮らしていたとされる。実際、第一級河川中川の堤防沿いにある、 常全院は自然堤防上に位置するが、そこで東淵江地域最古の痛みが発見されたという。このことから、大野殿の歴史も東淵江の他の地区と同じように自然堤防上から始まったと考えられる。東淵江地域では、普賢、寺村、普賢寺、元、東、綾瀬、神原村、河原村、元、東亜に並んで古い村であろうと推測されている。 現在の大谷電地区はいくつかの障子、上、中、下、いかりり、高地、八百面高地、海瀬高地、冷えた高地、前谷に高地、他に分かれていた。現在、この地名は八百面公園、佐野一丁目五番一号と、河西用水浸水水路に架かる、海瀬橋、つつみだ橋、いかり橋に残されている。なお、大谷殿が十三年間所属した。 東淵江村の名称は、足立区立郷土博物館前に架か,かる東淵江橋と、博物館裏の東淵江庭園に残された。かつては、武蔵国東部に広がる足立郡の南部にある淵方領に属していたが、1871年、明治4年に、廃藩置県で東京府が置かれ、足立郡が埼玉県側と南北に分割されると、周辺五家村と合併し、 東京府側の南足立郡東淵江村に編入された。1932年、昭和7年の東京市政導入以降は、南足立郡は改変され、足立区となり、1960年、昭和35年から始まった地区の再編成中で、1976年、昭和51年に、現在の大屋殿が成立した。2017年、 平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年平成30年度から学区域、または 学区域に隣接する学校のみの選択になる。だた数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。